なの答えはノーだってばよ。こいつはマジでヤバいかもしれんの。くっそ。腕は直すわ。その代わり里には手を出すな。いいでしょう。さあお前がいる。心配いらない。どういうことなの。綱で。どうしたらそういう答えになるのかしら。私を殺そうとするな。にしても心底信頼する若ぶと。チャクラに殺気がみなぎっていました。私は本当に二人を生き返らせるつもりでいたのよ。オロチマル、お前が里に手を出さないということが嘘だった。分かってる、分かってるのに。私は二人にもう一度でいいから会いたかった。でも本当にナワキとダンにもうすごい肌で感じた瞬間気づいちまった。ダリドン、あの顔を思い出すだけで大好きだった。絶対賭けには負けねえぞ。賭けのせいで二人の夢を思い出しちまった。俺は里も仲間たちも大好きだ。絶対火影の名前を受け継ぐんだ。だから俺は火影になる。火影は俺の夢目だ。その夢が叶うことが私の思いでも。形あるものはいずれ朽ちる。でもやっぱりこの思いだけは朽ちてくれないんだよ。こうなったら力ずくでお願いするしかないわ。おい、オロチマル。おねえ、奥でもねえ。お前らは今ここで。相変わらずのバカ力。ここは間を取って戦うには少々窮屈ですね。いつ援護に来るやも。くたばれ。あなたや綱手様と同じ3人。地雷や。なんだこりゃ。随分と派手に暴れたもんだの。どこ行ったんだ綱手のばあちゃん。あれは綱手様の。トントン、どっち。よし。だいぶ息が切れてきたようで、綱でも。体術の方はあまり得意じゃないんですがね。兵糧丸、あの岩。このガキ、医療忍術。筋肉を。これでもうバカ力は出せませんよ。動脈や心筋まで届くような。まあそれでも。六角筋をやられた。呼吸が、術のセンスと切れ味が私の全盛期すら超える。これでもうあなたは動ける。大した方だ。どうやらもう少し痛めつけておく必要がありそうですね。死なない程度に。足が動く。この。なるほど。これは筋肉じゃない、神経だ。チャクラを電気室に向かえ。これが伝説の3人か。治療系はチャクラを消費しすぎる。右手を動かそうとすれば、左足首を動かそうとすれば右肩が動く。こんなんだ。この天の町、この僕を舐めるな。今からたっぷり見せてやるよ。久しぶりね、ジライ。相変わらず目つき悪いの、お前は。あ、ナルト君。なるほど、顔見知りか。なんでここにカブトさんが。どけ。こいつらは私がやる。普段と同じように蹴るわけでもあるまい。遅い。ようやく体の動きが戻ってきましたよ。違う。一人だけでも止めておく。これって何がどうなってんだってばよ。だからサスケ君にかなわないんだよ。
こいつはオロチマルの部下だよ。僕は大人くれのスパイだった。何言ってんだってばよ。嘘だろ、カブトさん。君のデータを収集して分かったことがある。君に忍びの才能はない。こんな綱手様を見たのは初めてだ。一人で無茶をしないでください。私はあなたの付き人なんですから。君は場違いな可愛い下人なんだよ。伝説の三人を目の前にして、今の君はちっぽけな虫けらみたいなもんなんだから。殺すよ。うわっ、よくせになると影分身の術。じゃあなんだ、なに。よく切れない。よくとっさにあんな真似が。サンキュー姉ちゃん。失われた血液を補充しようというわけか。いい具合に血が出てるわね、カブト。あいつがオロチマル。沈ね、メガネは沈ね。お前がやれ、オロチマルはわしがやる。綱で、お前は回復忍術で体を休めとけ。お前はそこの豚と一緒に綱での護衛だ。あのメガネ野郎も言ってたろ、レベルが違う。それにあのメガネかかしと同じ程度の力を。それじゃあ影分身。と待て、大した陽動にもならん。チャクラの無駄遣いだ、あいつら相手じゃの。さて始めるかの。強さの術。よう、久しぶり。まだ薬のせいでチャクラがうまく練れてない。いくら才能のないあんたでもそれはないでしょう。おそらく後々のことも考えて、ジライアを生贄にしようとはね。早くもハンデを見抜かれちまうとはな。口寄せの術。一応暁に気を使って、でもあの五行封印を解けるのは。そうでもないみたいね。彼ももともと忍びの才能には恵まれていない方ですから。やっぱりまだまだだの。なんでだ。こらガマタズ、なんでおめえが出てくるんじゃ。おめえはおやつでももろて隠れとけ。行くわよ。私はジライア。僕も三人の一人、ジライア様とやりたかったのに。お前の相手はこの私よ。ロトンに読み沼。薬がまだ効いてやがる。うん、一歩遠すぎ。足の剣を。長いハンデはあっても差はつくものね。残念ですよ。やめろ、それな。体が重い。かつての自分を見ているように。忍びの才能とは。忍びの才能はそんなとこにありゃしない。忍者とは忍び耐えるもののことなんだよ。一つてめえに教えといてやる。持ってる術の数なんかじゃねえ。諦めねえ。ど根性だ。てめえ、いい加減に仕上がれ。絶対諦めねえ、ど根性。あいつはそれをもっと。どんな術を覚えたか知らないが。ダメだってば。動く相手じゃ簡単には当たんねえ。それにチャクラもまだ完全にはとどめきれてねえ。まあ骨だけならまだ動けるんだ。でももう無理。右足の外側抗筋を断ち切ったから。どうすりゃいいんだってばよ。怖いか、この僕。ナルト君、君は中忍第一試験の時に。なめんじゃねえ、俺は逃げねえぞ。意地でも火影になってやるから別にいいって。今同じようにはしゃげるか。もうガキじゃないんだから、はしゃぐのはやめた方がいいね。いやいやいや、何その。死ぬんだ。死んだら夢も何もないんだから。死んでもいいの。
男に向かって逃げろだなんて言うな。ガキは全てが簡単だと思う。だから諦めない。ジライア、お前か。あの螺旋丸を教えたのは。馬鹿げた夢を追い求め、そして死ぬんだ。なら賭けをしよう。飛んでいればよかった。なんで、どうして。妻でも、ばあちゃん、まだ立つか。あの賭けの約束通り、影分身の術。もういい。私をかばうな、ナルト。もうやめろ。死んだら何もかも、夢も何もないんだよ。大丈夫だってばよ。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。これで逃がさねえで済む。行くぜ。さっきと同じチャクラの動き。そうか、チャクラを抑え込む手を得るため。影分身、チャクラを圧縮してとどめ切る。うわー、螺旋丸。これは一週間で、あの螺旋丸を。お前、あの術を食らって。技のキレでも、術のセンスでもない。まあ、その分、チャクラをほとんど使い切ってしまうんだけどね。ここまでのダメージが、もうチャクラが足りない。不整脈を起こしている。心筋がズタズタだ。あの時か、あの離れ際に心臓周辺の筋肉を切り裂いたというのか。震えるな。ねえ、ガマキチ兄ちゃん。うるせえんじゃ、静かにしとけ。ナルト君はもうダメだよ。自力で治癒する可能性を断ち切るためにね、治るはずはない。たとえあなたでもね。うるせえ。目は後で殺す。呼吸が止まった。チクショー、チクショー、チクショー。暗い、暗いぞ。なぜ暗くなら白力発生。何だ。死ぬな、死ぬな、死ぬな。勝ったぜ。バカな。火影は俺の夢だから。最後にもう一度だけあんたにかけてみたくなった。あの子、よろしくないわね。案じずとも、ナルトの身に心配はないな。まさか、ここまでのことはね。つまり、殺すなら、今。この子だけは絶対守る。この葉隠れを、里を守るためよ。この葉を守るため。この小さなガキはいずれ火影になるガキだからね。何をバカな弱いことを。ここからは私も命を懸ける。それ相応にさっさと散れ。あとはナルト君。津田様、間に合
体まで切り裂いたのにまだ動けるとは。言っただろ、ここから命を懸けるって。この死に損ないが、いくら気取ってみたところでその震えは止まらない。なぜこの花園のために戦うのか。バカだ、誰の震えが。なぜなら私がこの葉が五代目火影だからね。その因は綱手様が血を克服した。今さら何をしようというの。忍法、忍法創造再生。なんだこの術は。一体どんな術なの。それはその大量のチャクラで各種タンパク質を刺激し、回復能力ではなく再生能力だけど、人の一生の細胞分裂回数は決まっている。オロチマル様、出てくれよ。急ぎなさい。強せの術。総会でもするいうんか、ジラヤ。そろそろ長年の因縁にケリをつけようと思っても。てめえ食うぞこら。誰がてめえの口聞いてんだよこら。後で備え物池に100人は用意しとけな。他に手段がなかったとはいえ。勝つよ、そこのガキを静音のところへ連れて行け。はい、わかりました。よし、私も。静音様、この子をお願いします。ナルト君。それからここからはひどい戦いになりますので、綱手様はそれを望まれています。カラッカラの干物にしてやろうか。こら、オロチマル、おめえは悪に染まりすぎた。薄ら寒い。三人と呼ばれるのも今日限りだ。雑誌なんさん。ハチ、綱手様。来るぞ、ワッツォン。いざ、油だ。おいしい。カトン、ガマユエンダム。どんなもんじゃ。やったか。いや、あれは抜け殻。バッピしやがった。ブッダ、地面の下だ。落ちてろ。このまま首に殺してあげるわ。いくら戦いで死なないと言っても。あと何分かけるしかない。いいだろう。うわっ、うわっ、まだまだ。くそ、綱手様、まさか。限界が来てしまいましたね。そんな、これだけ浴びせてもまだ。所詮この程度よ、あんた。だけ、これが私の命を懸けた戦い。オロチマル様、最後まで付き合いな。このなんだこの奇妙な違和感は。しかしこれで。
最後だ。あのバカ力をもろに。勝負あったの。おう、オロチマル様、次もし会うことがあったら覚悟しとけや。お前に直してもらわずと、私には一つだけ方法があるのよ。この腕を復活させる方法がね。この歯は必ず潰してあげるわ。何らかの方法で他人の体を。それが私、我不滅。またいずれ。あばらと足の骨がいっちまってる。術の副作用が始まりかけている。体がもう。木陰は俺の夢だから。そろそろ副作用が。綱手様、お前綱手五代目木陰様。なんだ不満そうだの、ナルト。気性が荒くてわがままっぽくて。